なんかでも思う、この誰々さんがファンレベル何に上がりましたみたいなのがさ、こう私の画面には出るわけですよ。それがなんか、あれ？なんかあまり見かけないお名前だなとか、そういうのとかで。みんな今月初めてポキちゃんのこと気になってくれて、それで来てくれてんのかなとか。こんばんは。寒いね。前からすごく気になってます。ありがとうございます。なんかさ、レッスン場とかってもう11月だからエアコンをつけると暖房がつくんですけど、踊ってるとさ暑いんだよね。冷房が欲しくなる時あるんだよね、11月だけども。暖房とか入ってないけど暑くて、なんかエアコンいじろうとしても暖房しか入らない季節。ポキちゃんの言ってたグミチョコは、セブンに売ってるあまおういちご味の周りにホワイトチョコがかかってるやつ。乾燥すごそう。でもね、今日とめっちゃ保湿のさ、乳液とか化粧水とか使ってんの。なのにさ、なんかさ、なんなんだ。ちょっとさ、あれができてる、あのブツ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 って。肉眼で見るとわかる。うわ、すごいな、これアレルギー出てんじゃん。なんか凹凸がブツ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 ってなってる。昨日 MC で言ったけど、ポキちゃんも悩み事そりゃあるよ、あるよ、そりゃ。一番大好きです、ありがとうございます。今日食べました。あ、ねえ、美味しかったでしょ、あまおう味。いいやつ使ってんの？そう、いいやつ使ってるの。これ、フラルネ、これ使ってる。めちゃいいやつ。こんばんは。2番目の7で福袋ありました。ありがとうございます。髪の毛とか触れてる部分とかも荒れちゃう。なんかそのさ、かゆいなって思ってるところにさ、こういう毛先とかがピツンツンツンって当たるとさ、あー、もう刺激しないで髪の毛ってなる。おしさいは緑白でーす。あまおうのグミチョコ美味しすぎて秒でなくなった、ね、でしょ？あれさ、売り切れる理由がわかるよ。
そうそう、お高いのよ。お高いんですよ、このフラルネ化粧水乳液。ジャリ豆も食べた。あ、ね、すごい、めちゃめちゃお揃いしてくれる。美味しかったでしょ。23日オフラインありがとう、待ってるね。そうだ、ルアンもね、昨日マックのハッピーセット買ったって言ってた。こんばんは、夜のウォーキングから帰還しました。おかえりおかえり。23日は寒くなさそう。何度あるの？偶然にも近くにグミチョコあった、近くのコンビニに。ラッキーじゃん。ゆうなお家の近くもない。最近コンビニに行ってないんですけど。ラッちゃんポテトじゃなくて枝豆コーンにした。あー言ってた言ってた。20度か。まあじゃあね、いいかな。まさか前髪切ったら切ってない。なんならなんか変な癖ついてて上手にセットできない。ポキちゃん買い占めたよ。買い占めてないよ。私が買った時はまだ大量にあったよ。遠慮するんだからそういうの。こんばんは。その2日後は最高気温1/3。でもその2日後ってさ、オンラインでしょ。今日はあのアイメイクしてない、してない。今日はすっぴん。最近ゆはちゃんと行ってないね。確かに、ちょっと私があんまりコンビニ行かないように気をつけてるから。こんばんは。昨日の公演ありがとうございました。ありがとうございました。ユーハ動画諦めました。だってユーナ 2、3種類ぐらい送ったし、なんなら送りたかったユーハの動画もう一回送ったのに、無理だった。こんばんは。なんかみんながユーハのところ行っちゃうよって言って、神様がちょっと電波を悪くしてるみたい。アイスも我慢してる。我慢してるね。最近食べてない。だから0キロカロリーのゼリーを冷凍してそれを食べてんの。よっぽどアイスが食べたくなったら。X の日にあげてみよう。え、やだ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 。
通の氷食べたら、普通の氷は全然味しないじゃん。まあ水よりは好きだけど、水よりは好きだけどなんか味しないから、無の味がするから嫌だ。いやな、無の味嫌い。炭酸水とか水とか白ご飯とか、美味しいっていう味じゃなくて何もありませんっていう無の味がする。だから嫌だ。何味が好き？ぶどう味が好き。味のついた天然水、あれはでもさ完全にジュースだよね。ゆうなが最近ハマってるのはオレンジマンゴーのやつとリンゴパイナップルのやつ。少しでも味ついてれば平気。まあ、無の味よりはマシだけど、例えばあるじゃん、あの炭酸水にレモン味がついてるみたいな、レモンソーダとかサイダーじゃなくてレモン炭酸水、あれはなんかでも無の味に近い、匂いだけ。レモンは切りっと果実甘い。それそれそれ、私が言ってるオレンジマンゴーとリンゴパイナップルの天然水はそれ、切りっと果実。それ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 。水が一番美味しいって思う時ない。そんなのはないよ。だってうえってなるもん。うえ、カニコーラは勇気が出ないのでダメです。こんばんは。それは無糖なの？全然砂糖入ってる。水飲むようにしたら健康になってきた。そりゃよかった。私はしないけど、嫌いなものを無理やり体に取り入れてまで健康になろうとは思わないですね。だってその嫌いなものを体内に取り込んでるっていうストレスで逆に不健康になっちゃうから。え、なんかごじったメール。え、ごじってた？左右とか飲める？え、もうほんとさゆってさ、これ私が言いたい、何を言ってるの。あれは無の味です。何の味もない。すごいね、みんな水好きなんだね。トマトジュース、トマトジュースは好きだよ。
あったかいよ、あったかいよ、あったらって書いたのね、ごめんね間違ってる、変換ミス、変換ミス。トマトジュースの方が上ってなる？いや違うよ、トマトジュースはトマトの味がするから上とはならない。だって無味じゃないもん、トマトっていう味がする。でもさ、あれあるらしいよ、なんか最近なんていうの、実験的な感じで発売されてるんですけど、味のしない飴、味のしないガムみたいな、どこかのローソンかなんかコンビニ限定で販売されてた口になんか入れとかないと落ち着かない人用なのかな。完全にポキ派、おー仲間だね。青汁は飲む？飲まないな。でもおばあちゃんが毎朝作ってて、たまにおばあちゃん家お泊まりした時とかは飲んだりとか、あとママが昔青汁ハマって作ってた、その時は本当にううってなってた。脳内で勝手にあったか羽毛布団って呼んでた。思考が一緒ってことだよ、ヨナと。珍しいローソンの話、え、なんかね話題になってたの、なんだ、味のしない飴。味のしない飴だって、やっぱローソンだって。ね、コロナ禍でマスク着用時に口の中を潤わせたいと、潤わせたいとのど飴を買う人が増えたから、カロリーがないただのあの味のしない飴を作ったんだって。肌触りすぎ、もう痒くて、だってこれ私意識しないかったらこうだよ、やばいでしょ、そんな人、そんなアイドルやばいでしょ、画面でさ配信してんのにさくっかいとかやってたらやばい人だと思って頑張ってこうやって冷やしてんだから血のしない飴はビー玉を舐めてるみたいな感じなのかな。セブンでチョココーティングしたグミ、いちごじゃないけど買った、あ、また忘れ、清見オレンジだっけですか。こんばんは。いや、ポケちゃんってローソンで気になの？いや全然、今はローソンで有名なのがローソンと、あの私がね傷メイクした時に使ったこのロム&っていうメーカーがコラボした、これよりももっとミニチュアサイズのコスメが売ってて、今のさコンビニってすごいよね、どこのコンビニ行ってもそのコンビニのブランドの化粧品が売ってる。でローソンはこのロム&っていう会社とコラボして、持ち運びに便利なミニサイズを販売してて、めっちゃ人気なんですけど、それが気になってる。あまおういちごだっけ、そう、いちご味のグミチョコ、そうなんだよ。
だからちょっと私が例えばやばい今日公園なのにアイライナー忘れたって近くのコンビニ行ってアイライナー探してファミマには行かないのか。行くよ。私はねあれが好きです。紅茶味のフラッペ、紅茶味のフラッペが好き。だからなんならめっちゃファミマ行ってたからファミペイっていうアプリ入ってるから、私の携帯。ショコラフルグミ、あれですね、果汁グミの中にチョコのチョコショコラジュレみたいのが入ってるやつだ。それも美味しいよね。こんばんは。コンビニは毎日行くの？前は毎日行ってたけど今は行ってない。ファミペイ入れてるとたまに無料のクーポンとかあるんだよ。今何がなんかないかな。よく知ってるな。でしょ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 。片揚げポテトが40円引きですね。お菓子類です。今回はお菓子類がいい感じです。なんかゲームみたいのやるとグミのことなら何でも知ってる。あ、まあね、あの私が食べたことあるやつでしたら。コンビニ控えてるちゃう？そう、コンビニ控えてる。照り焼きチキンステーキが神。へえ、食べたことない。ポキちゃんのコンビニスイーツ紹介楽しみでした。あ、じゃあ最近食べたのはシャインマスク、最近って言っても全然最近じゃないけど、毎日配信400日ちょい前ぐらいに食べたのがシャインマスカット大福。私はシャインマスカットに目がないので、ちょっとコンビニのスイーツコーナーでその文字を見つけたらちょっと買ってしまいました。白あんの中に、シャインマスカットが丸々1個入ってるシャインマスカット大福、美味しかったよ。かなり前にピュレグミのチロルチョコあったのめっちゃ美味しかった。食べたよ私も。あれ何味だったかな、あのハートのピュレグミのハートのパッなんていうの、絵が描いてあるチロルチョコだよね。あれチロルチョコでしょ。チロルチョコだよね。何味だったんだっけ。食べた。あとな、何が美味しかったんだっけな。グミチョコが大好きすぎてたまにあのチロルチョコのあのきなこ餅のやつって言ってみればちょっとグミチョコっぽいんだよね。だからグミチョコ大好きな私からしたらチロルチョコもチェックをせざるを得ないというかカヌレのやつも食べた。カヌレ味のチロルチョコも食べましたよ。ミニストップは行ったことない。行ったことないわミニストップ。ポキに影響されてグミ食べるようになった。めっちゃ言われる。おしゃべり会とかでもなんか毎日グミ食べてるっていう人とかいるもん。
昨日眼鏡なんでしてる時があるんですか。カラオケ目悪いからこうやって離れてこうしたら見やすいっていうのと気分です。眼鏡をかけるとここにフレームが来るから顔の余白が短くなくなったように感じて、ちょっと顔の比率がよく見えるの。すっぴんでもちょっと盛れる。眼鏡をかけた方が。わかります？私が言いたいこと。眼鏡をかける方がなんか顔がいい感じに見える。フランボワーズさんのシャインマスカットのクレープ美味しいよ。食べた。こんばんは。デイリー山崎。デイリー山崎は大好き。パンがうまい。ミルクパンが美味しい。みんなデイリー山崎に行ったら買ってみて。ミルクパンが好き。イメージとしてはスーパーとか食品売り場に売ってるパン、菓子パンのスイートブールってやつっぽい味がするミルクパン。皆さんご賞味あれ。ニューデイズは知ってる。ニューデイズは知ってるね。裸眼でもコメントは見えるんだね。ちょっと頑張って見てる。だからいつも近いの。私はこういう感じで目が、見えなくはないけど。これでも教師風でかける。かけます。ミルクボールは好きだけど。ミルクボールって何？コンタクトはしない。今までその視力の問題である、だからアホやん、もう喋ってること。視力の問題でコンタクトをかけたことはない。カラコンはあるけど、カラコンに度が入ってるやつとかはあるけどね。スイートブール好き。あ、じゃあ絶対好きだよ。実はか デイリー山崎のパン、ミルクパン。メガネユーハ見たいって言ったのはポキちゃんじゃない、私じゃないです。私が見たいと思うのはギャルなユーハです。本当ただの好奇心というか、私得でしかないんですけど、結構顔がくっきりしてるから、ユーハはそういう濃いメイクとか結構跳ね上げたりとかしてもすごい似合うんじゃないかなと思って。丸いフランスパンの中にクリームが入ってるやつ。へえ、そんなのが売ってるの。
こんばんは。パカかわいい、ありがとう。ポキちゃんカラコンめっちゃ持ってる。一時期カラコンない、お化粧するときカラコンないと嫌だっていうぐらいの時あったんだけど、今は逆にする方があんまり似合わないなって思って。すごいよ私、ストック癖あるから。ポキはいろんなもん買い込むよね。そうそうそう、今同じこと言ったね。ストック癖がすごい。眉毛を描くペンシル、アイブロウペンシルを私はいつも100均のものを使ってるんですけど、なんか消え食べてるの。あ、取れました。100均のそのペンシルが一時期めちゃめちゃ人気で、このアイブロウペンシルやばいってなって、100均から商品が消えてたんですよ、ずっと。だから見かけてはめちゃめちゃ買ってっていうのをやってたら、すごい量になった。私のアイブロウストックが。昨日、おとといの公演で初めてじゃない、新しいアイブロウペンシルに変えたんだけど、見て、やばくない？こんな、いつ使うんだろう。ドドーン。これだけじゃない、もっとある。ポーチにも入ってるし。黒目を大きくするカラコンとか持ってる。私はね、あんまりね、お目が大きくないから、あんまり大きいカラコンではないんだけど、まあこの黒目よりはちょっと大きくなるよぐらいのカラコンだったら持ってる。ストックしとくと安心する。そう、安心すんの。今日はカゴ、何なの？カゴカゴ、冷凍庫にアイスのストック。あのね、家族、うち肝時計はファミリーパックのアイスを結構買って、好きな時に食べるっていうお家だったんだけど、私は今ねダイエットをしてるっていうか節制してるので、アイスは食べてないし、自分でもコンビニでアイスを買ったりはしてないです。お見送りのメンバーの順、ランダム、ランダムだね。新品の靴下も披露ありがとうございます。なんでわかるの？そうだよ、正解。新しい靴下、レッスン靴下。ねえ、恥ずかしいじゃん。そんな靴下の新しい古いもさ、見極められるの。こんばんは。穴の開いてる靴下もう履かないで。穴の開いてる靴下履いたことないよ。違うよ、履いてなんか帰ってきたら穴が開いてるの。でもその穴が開いた靴下は捨てますよ、さすがに。
見送り順の鍵開き争いとかありますか？ないです。なんか準備できた順に適当に並んで適当に適当です。適当です。そんな、なんか鍵閉めとか鍵開けとか何も思ってないよ。誰と隣がいいとかもないし、ほんと適当に並んでる。お、なんかリップを塗り直すとか、汗を拭くとか、飲み物を飲むとか、なんか私は全部適当すぎて結構最初の方に序盤に並ぶから最初の方出ていくんですけど、私はね。何ロボットが可愛い？何ロボット？本当あの MC は本当に不思議でしかなかった。なんだろう、本当はだけど、食器を洗ってくれるロボット、私を寝たまま、ユーハのやつだけど、寝たままそのちゃんと支度をして集合場所に連れてってくれるロボット、髪の毛を乾かしてくれるロボットみたいな。仲がいいメンバーが隣になる確率高いのかと。自然とそうなってんのかな。全然意識してないんですよ。かわいいロボット、ロボットとかよくわかんないよ。本当にわかんなかったんだからね、あの時、あの MC の時どうしようかと思って、ロボット、見送りで後ろの方は見たことない。そうでしょう、そうなんでしょう、そうなんでしょう、そうなんですよ。そうだった。なんかみんなに最後の方にも出てほしいって言われたんだった。全然忘れて、よし全部準備終わった、リップ塗らなくても色残ってる、オッケーって出るから早い。でもその誰と誰が近いとか、誰と誰が隣とか本当に意識してないから、ね、勝手にそうなってるんです。リリカが考える MC の時本当いつも心配だけど、リリカのあのぶっ飛んだ MC のおかげでなんとかさ、すごいさ盛り上がるよね。本当に心配だったんだよ。好きなロボットはとか、プレゼントしたいロボットは何ですか、えみたいになるんだけどさ、結局面白いよね。
なんか他のメンバーが考える MC はうんうん分かる分かる、あ分かる分かる、そういう MC いいよねとか、そういうこと聞いてみたいよねとか思うけどさ、リリカのやつはマジで意味が分かんない本当意味分かんないんだけど、その MC アーカイブでバッサリ言ってなかった。嘘嘘、カットされてた？ロボットのやつ？え？そうなの？そうなんだ、気づかなかった、よく気づいたね、それ。誰もアーカイブ見てない疑惑。そうだね、確かに。でも現場に来てくれた人っていうか公演に入ってくれた人って、まあなかなかさっき生で見てきたしってなっちゃうのもわかるけどね、わかるけど、みんなみんなアーカイブ見るんだ。こんばんは、こんばんはなんだけどさ、みんなもう23時4分だ。おお、息子は毎回爆笑してる。本当？嬉しい嬉しい、そいつメンバーに言っとくね。あのいつも MC で笑ってくれてるんだってって、嬉しい。何かわいい、かわいいねそんなそんなね、あのお子さんも楽しめる公演になっていますお子さんや、めいっ子、おいっ子いらっしゃる方、ぜひ劇場に連れてきてね。昨日のロボットの話は DMM で見たけど違う日の話です。昨日のやつだと思う。一昨日か。昨日？昨日だ。嘘、昨日？え、なんかすごいさ、昨日な感じしない公演。昨日か。昨日のやつだ。昨日の話だよね。なんかさっきから言う、おとといおとといって言ってたけどさ、昨日だったなんかおとといな感じした。
なんか、違うんだよ、土曜日が好きなんじゃない、多分私今日一日稼働していた時間が、起きてた時間が長い、いつもより。だからかな。そうなの、なんかすごい本当おかしな生活習慣で。多分そうだと思う。みんなポキが変なんじゃない、まあ、変だけど。だからもう23時過ぎてるんだってば、話しちゃうんだけど。うん、そうだよね、男女読む男女読む、すぐ男女読むから。ちょっと待って待って、今ほら男女がフィューンって変わったから、早く5分経たないうちに歌うじゃなくて男女読まないとね。じゃあ行くよ。まあ何も閉まらなかったけどさ、13位くにさんありがとうございます。12位ひろいちさんありがとうございます。11位ひよりげたさんありがとうございます。10位でんきちさんありがとうございます。9位四足の貴公子さんありがとうございます。8位まささとうさんありがとうございます。7位きっともえらいんさ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 んありがとうございます。6位みみれパパさんありがとうございます。5位ディーアンマさんありがとうございます。4位タカタンさんありがとうございます。3位トシさんありがとうございます。2位片山さんありがとうございます。1位トマオさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。わー、今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。あ、顔のね、かゆいの治ってきた。ちょっと確認させて。うん、ちょっと引いてきたわ、ブツブツっていうか凹凸がなくなってきてる。嬉しい、よかった、治ってきてる、ありがとう。おやすみ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ。